これは何だ。もしかして火事か何か起きたのか。ああ、単純に雨風が吹き込んでこうなったんですかね。おそらく船盛り用の船ですね、これ。おそらく誰か裏口から侵入したみたいですね。3階に行きます。と思ったけど、ただの物置ですね、ここ。もう暗くなったんで探索終了ですね。すごいカビの匂いと湿気がありますね。キーホルダー、カバンが置きっぱなしですね。ここは事務所ですね。iPhone 4用の充電器かな。金庫の金はないです。第一は加賀市のお菓子メーカーですね。第一コンフェクショナリーっていう会社ですね。名刺入れか。どんどん真っ暗ですね。まだ日は昇ってるんですけど、
そこそこ荒らされてはいるんですけど、なんですかね、誰かが暴れたというより純粋に家探しでしょうね、これは。鍵は返しておこう。はい、じゃあもうこれにて探索終わります。廃墟にあるものに自分が入ってる、自分が言うのもあれですけど、廃墟にあるものを持って帰ったり壊したりっていうのは論外なんで、そういうことはしないように。次もまたどっか目星廃墟らしきものがあるんで、近々動画上げれると思いますんで、それじゃあ次をお楽しみに。それじゃあまた。はい、ですね、探索を終えて今車の中に戻ってきたんですけど、室内にいた時ちょっと思い至らなかったんですけど、2階の調理場ってもしかしたらガス爆発かなんかじゃないですかね。というのを今映像を見直してたんですけど、ガラスの食器棚の中に入った茶碗が棚に入った状態で割れてたんですよね。いたずらで割るってなると食器棚から1個ずつ取り出して割ると思うんですよ。壁に叩きつけたりだとか、まあちょっとそこは真意は分かんないですね。下手にストーリー作るのもあれなんで、水槽はこの辺にしておきます。